どうも、スケコムです。いや、いつかやりたいとは思ってたんですけど、どうせメイン PC で使うことはないからなぁと先延ばしていたミニ ITX。ついに手を出してしまいました。これ、クーラーマスターのマスターボックス NR200 というケースで、今回はこの子を使ってパソコンを組んでみました。パーツ構成はこんな感じ。12世代の CPU は使わないの?と突っ込まれそうですけど、今回は出番の少なくなった CPU とグラボを PC として完成させるのが目的なんです。かかった費用はこんな感じ。これはあくまで私が実際に支払った金額です。グラボは2020年の11月に買ったので全然参考になりませんね。今は新品だと普通に4万円以上します。では組み立てから性能検証まで簡単にまとめたので、のんびり見ていってください。はい。ということでいきなりケースが丸裸な状態です。バラしてる最中も撮影してたつもりだったんですけど、録画のボタンを押していませんでした。このケース、ちょっと力はいりますけど、ドライバーを使わずに簡単にバラせていいですね。この狭苦しいスペースにパーツを詰め込んでいくわけですよ。なんだかゾクゾクしませんか?で、今回の CPU は Core i5-11400F。マザーボードはインテルの11世代に対応した ASRock の B560M ITX。もうちょいグレードの高いやつもありましたけどね。Core i5 ならこれで大丈夫っしょと選んでみました。見た目もシンプルで、フェーズやヒートシンク、IO ポートも最小限な感じです。では CPU やメモリを取り付けていきます。今回ウェブカメラで俯瞰撮影をしてみたんですけど、やっぱり普段のカメラと画質に差がありすぎますね。組み立てをもっとわかりやすく撮影できるよう、いろいろ模索中です。はい、CPU とメモリの取り付けが完了しました。ミニ ITX のマザーボードはメモリスロットが2つだけなので、どこに挿せばいいか迷わなくていいですね。ストレージはセールの時に買ったけどそのまま放置してた M.2SSD。斜めに差し込んで、マザボに付属の小さなネジで固定。M.2SSD 周りのネジはやたらと小さいので、精密ドライバーがあると便利ですよ。はい、取り付け完了です。続いて CPU クーラーの準備。今回はサイズのビッグシュリケン3ってのを買ってみました。リテールクーラーもあるんですけど、取り付けづらいシュールサイシで私嫌いなんですよね。今回のマザーボードはヒートシンクも最小限ですし、マザーとストレージもちゃんと冷やせるようにトップフロータイプを選んでみました。はい、バックプレートの取り付けが完了です。この段階で CPU クーラー本体を取り付けちゃうと配線がかなりやりづらくなりそうだったので、後回しにします。ではケースにマザーボードを取り付けましょうか。まずは IO パネルをケースにくっつけないとダメなんですけど、こいつがすんなりくっつかねえんだよな。グレードの高いマザーボードは一体型になってるものが多くて楽なんですけどね。まあ安いマザーボードを選んだ宿命ですね。で、どうにかこうにか IO パネルも取り付けて、マザーボードをネジで固定です。さあこれで取り付け完了ですってシーンを撮影してたら、一つミスに気づいちゃいました。IO パネルの爪が引っかかっちゃってるんですよ。マザーボードを取り外して、もう一回やり直しました。はい、今度は問題ないですね。初心者の方も結構やりがちだと思うので、IO パネルを取り付けるときは爪が内側に入り込まないように気をつけてくださいね。続いて電源の準備です。クーラーマスターの V550SFX を買ってみました。GTX1660 スーパーの推奨電源は 450W なので、これで問題ないはず。フルモジュラータイプで小さいケースでも組みやすそうだったので選んでみました。SFX 電源というのは、一般的な ATX 規格の電源よりサイズが小さめです。ATX 電源を乗せられるミニ ITX のケースもあるみたいですけどね。で、このケースは電源を側面と前面、どっちに固定するか選べるんですけど、側面に取り付けると配線がギチギチになりそうだったので前面に取り付けました。電源を固定したら、隠しケーブルをマザーボードにつなげていきます。このケース、オーディオ用のケーブルが結構短くて、ケーブルの通し方によってはマザーボードに届きませんでした。ある程度予想はしてましたけど、ミニ ITX で配線の美しさとかはこだわらない方が良さそうです。
一通り配線をつなげたので CPU クーラーを取り付けようと思ったんですけど、最初からケースについてたファンと思いっきり干渉しちゃいました。どうにもできそうになかったので、ケースファンは取り外すことに。はい、これで CPU クーラーも取り付けが完了です。グリスは CPU クーラーに付属してたものを使ってます。あとはグラボですね。シングルファンの安いやつだったので出力端子が貧弱。これまたすんなり刺さってくれなくて、取り付けにちょっと苦労しました。ネジで固定して、補助電源をつなげたら、組み立てはほぼほぼ完了ですね。それとケースにファンが一つ付属してたので、天然のパネルに取り付けておきました。ただこれ CPU クーラーを取り付けてからだとマザーボードに指が届かなくて、ファンのケーブルをつなげるのが一苦労でした。そしていざスイッチを押してみたら、うんともすんともしねえ。何かやらかしちゃったかと焦ったんですが、フロントパネルのケーブルが微妙にずれてたみたい。マザーボードに差し直したら普通に動いてくれました。いや焦った。CPU やメモリ、ストレージがちゃんと認識されていたので一安心です。ここから外付けの光学ドライブを使って Windows 11をインストールしていきます。光学ドライブがない方は USB メモリにインストールメディアを作っておくと楽ですよ。プロダクトキーを入れて、あとはしばらく放置。結構時間がかかります。Windows が立ち上がったら、ドライバー類を一通りインストールしていきます。グラボのドライバーも忘れずにね。ここから性能をチェックしていくんですけど、BIOS をいじって CPU は電力制限を解除、メモリは 2933MHz のギア1に設定しておきました。ファンコントロールは何もいじってません。まずはシネベンチから行きましょうか。スコアはこんな感じ。11400F なのでまあこんなものでしょう。ベンチマーク中の CPU 温度をチェックしてみると、CPU 使用率 100% でおおむね60度台って感じ。最大72度まで上がってたみたいですが、お世辞にもエアフローが良いとは言えないケースで、この温度は及第点ではないでしょうか。ベンチマーク以外で CPU 使用率が 100% まで上がることなんてそんなにないですからね。リップ手裏剣3、ファンも静かだし、なかなか優秀ですぞ。ファイアストライクはこんな感じでした。はい、RTX3050 とほとんど変わらんですね。今回使ってるグラボはシングルファンの安いやつということもあって、性能は悪くないけど、ファンがまあまあうるさいです。静音性を重視するなら、ちょっと値段は高くてもツインファン以上のグラボを選んだ方がいいですね。それとストレージはこんな感じでした。安いやつだったので転送速度はそれなりです。では定番のゲームを動かしていきましょうか。フォートナイトは最高画質で平均60ちょいって感じ。競技設定だと平均200くらい。さすがに240で張り付くほどのパワーはないですね。パフォーマンスモードでは260くらいまで上がってました。Apex は最高画質だと平均100ちょいって感じ。ゲーミング PC としては控えめなスペックですけど、プレステ4よりは断然高性能です。画質を落とすとおおむね144以上をキープできるかなって感じでした。バロラントは軽いですからね、最高画質で平均260くらいまで伸びてました。軽めの FPS ゲームがメインならモニターは 240Hz が良さそう。モンハンライズは最高画質で平均90くらい。アクション系のゲームも余裕です。エルデンリングも最高画質で快適に動かせます。稀にカクツキが発生するんですけど、これはゲーム側に問題がありそう。原神も最高画質でサックサクに動いてました。最後にスイッチで配信をテスト。ゲームの画質は最低に落としてますが、1080p かつ 60fps で問題なく配信と録画ができてました。ちょっと録画の画質が荒いように感じますけど、ゲーム実況も普通にできちゃいますね。ということで今回はミニ ITX のパソコンを組んでみました。初めてのミニ ITX でしたが、想像していた通り組みづらいですね。ケースファンを一つ取っちゃいましたし、ゲーム中の排熱が心配だったんですけど、CPU とグラボ、どちらも70度を超えることがほとんどなくて安心です。性能面についてはまあスペック通りって感じかな。コンタクトでそこそこゲームを動かせる PC が欲しい。という方にはちょうどいいのかもしれませんね。拡張性が全然ないですし、
パーツ交換もしづらいので、やっぱりメイン PC でミニ ITX を使うことはないかなぁというのが正直な感想です。ちなみにこの PC はメルカリに出品予定。CPU とグラボ、メモリは検証で使ってた中古品なので、9万円からスタートしてみるつもりです。買い手がつかなければ徐々に値段を下げていくので、興味がある方は探してみてください。では今回の動画はこれで以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。